あなたがあと10年以上生きるなら、輸出で稼ぐスキルは必須です。初心者が稼ぐために大切なこと。簡単にできることを実践するだけで結果が出ること。簡単に稼げる環境がオーストラリア、アマゾンには揃っています。何をすれば稼げるのかを初心者にも分かりやすく教えるサポートです。オーストラリア、アマゾン輸出始めるための銀行口座開設、アカウント作成、それらはもちろんのこと、出品した後の、Amazon、あるいは購入希望者からの質問、そういったのにもどう答えるか、それはね、もうサポートというかコピペしてもらえばこれ貼り付けて送ってくださいという感じで、お答えしています。で、初めて輸出、あるいはね、転売をする際に、心配になるのが何を扱ったらいいのかわからないということなんですけど、その部分を、一番力を入れて、丁寧に教えています。何しろ、日本は物価安いんでね、日本に普通に売ってるものを輸出すれば稼げます。ちなみにこちらのね、$34,154 とか、そういうのは、アメリカのアマゾンに、商品輸出してどれぐらい売り上げてるか、1ヶ月で、$34,000、約380万円売り上げてる。$22,000、$14,000、$15,39、あるいは、$6,828と、半年で身につけたスキルを使って、これだけ稼いでると。もちろんね、長くやれば長くやるほど、同じ作業をするなら時間も短くて済みますし、同じ時間働きゃ所得は増えますけど、大体皆さん、このアマゾン輸出を始める前に、やってた仕事よりも短い時間で楽しく稼げるようになっています。何しろアマゾンはエストリーゲーム、早いもん勝ちの市場です。そして、これから一番稼ぎやすくなるアマゾン市場はオーストラリアです。27年間好景気続きのオーストラリア。人口も増えてます。で、オーストラリアのアマゾン始まったばかりですけど、3年後には7兆8000億円ぐらいの規模になるというふうにね、オーストラリアの経済研究所が予測しています。日本がだいたい1兆円ぐらいですんで、日本はアマゾンの7倍の売り上げになると、ね。これから稼ぎやすかった頃のアメリカ、アマゾン以上に稼ぎやすい市場になります。日本に生まれたのにアマゾン輸出をしないのは損です。日本製品はオーストラリアで高く売れます。世界最高の仕入れ場所、それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼ぎにくいです。しかし逆に言うと仕入れ場所としては日本は最高です。物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもある。これ実際差額がついてね、売れてる商品の例です。くっきり二重まぶたにするアイテープとか、あるいは粘土。またはおもちゃ、ベイブレード。炊飯ジャー。炊飯ジャーなんてもんがね、何倍もの値段で売れてるっていうのは、日本にしかいないと不思議な感じですけど、輸出すれば、何倍もの値段で炊飯ジャーすら売れます。またヘアアイロン、それから、プレステのコントローラー、またコピック、プラモデル、プラモデルのパーツ、家庭用プラネタリウム、お菓子、ジャガポックル、日本のウイスキー、響き、ね。このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリア、アマゾンは今が絶好のチャンス。今すぐ始めて売れる商品を見つけましょう。オーストラリア、アマゾンは上りエスカレーター。焦らず飽きず商品を見つけ続けていれば売り上げは増えます。日本には高く売れる商品がいくらでもあります。しかし、初心者は高く売れる商品を見つけるのが大変。でもご安心ください。私は高く売れて儲かるアマゾン輸出で扱うべき商品の探し方をサポートしています。わからないことは気楽に聞けば解決します。